マーシャル・アレンは、アメリカ合衆国のフリージャズ及びアバンギアルドジャズのアルトサクソフォン奏者である。また、フルート、オーボエ、ピッコロ、及びイビーでも演奏を行うことがある。アレンはサンラとの仕事で最もよく知られており、1950年代後半から、このジャンルの音楽で、主にレコーディングと演奏を行い、1993年からは、 サンラアーケストラを引き継いで弾いてきた。評論家のジェイソン・アンケニーは、マーシャル・アレンを戦後の最も特徴的で、オリジナルなサックス奏者の一人と解説している。マーシャル・アレンは、ケンタッキー州、ルイビルで生まれた。第二次世界大戦中、彼は、第九十二不評師団に入隊し、フランスに駐留した。アレンは、パリでアルトサックスを学び、ヨーロッパで、 アート・シモンズやジェームス・ムーディと共演した。彼はアルトに対する花火効果の習熟度で最もよく知られている。彼はワ音ンではなくより広い音を基本として演奏したかったと語っている。1958年から1993年にサンラが亡くなるまでほぼ一緒に演奏し続ける機会がサンラとの長い付き合いによってもたらされたが、1964年に ポール・ブレイのグループ、1960年代半ばに、オラ・トゥンジのグループといった、アーケストラ以外との録音も行ってきた。評論家のスコット・ヤナウは、アレンの演奏を別次元のジョニー・ホッジスと表現している。サンラとジョン・ギルモアが亡くなってから、アレンはアーケストラを率き、バンドリーダーとして2枚のアルバムを録音した。2004年5月、アレンはニューヨークで開催された第9回。 ビジョンフェスティバルにおけるパフォーマンスの一環として行われたアーケストラのステージで80歳の誕生日を祝った。アレンは2008年の誕生日にサリバンホールまた2018年にはイリジュムジャズクラブという共にニューヨークにあるライブハウスで誕生日を迎えた。アレンはベーシストのヘンリー・グライムズとのニューヨーク界隈でのコラボレーションに頻繁に参加し、 サンラの音楽に感銘を受けてきたフランシスコモラ・キャトレット、カール・クレーグラによるインナーゾーンオーケストラにも参加した。ありがとうございます。